メグロハス次世代エースの座をつかめるかスノーマンの魅力と試練。スノーマン、メグロハスに最大の試練が到来。平野の仕様の後釜になれるのかついに、あとわずかに迫った、キング、リンチェプリンス、分裂分裂。退場する平野仕様は事務所の看板を背負う人気メンバーだったが、代わりにこのポジションを務めるのは、スノーマンのメグロハスです。 スノーマンは歴代トップクラスのアンチを抱えるほど問題だらけ。しかし、数字の面では、スマップ、嵐、近畿キ,キズ、しのぐ歴代トップの成績で、デビュー以降、快進撃を続けています。芸能記者。その格となるのが、目黒だ。昨年のドラマ、サイレント、フジテレビ系、出演で一気にお茶の間の人気を獲得。 平野なき後の,の次世代を担う存在だと言われている。そして連ドラ単独初主演を務める7月期の TBS ドラマトリリオンゲームでその進化が試されるという。サイレントはあくまでヒロインの相手役でしたから主演となる今回はより人気や実力が試される。 ここでこけるようなことがあれば、平野大樹により棚ぼたで舞い込んできた次世代エースの看板もお預けとなるでしょう。同期者。平野の仕様にあってメグロハスにないものしかし、メグロに平野のような愛され力があるかは花だ疑問だ。4月に放送された中井正宏の金曜日のスマイルたちへ TBSK2、にスノーマン。 が出演した際、島崎和歌子は以前グループと共演した際、メグロが今日の収録長かった疲れたと陰口を叩いていたことを暴露。その性悪さは物議を醸し、ファンでさえメグロに苦言を呈しました。平野はイケメンながらも気取らず、天然キャラで老若男女から愛されるスター性がありましたが、メグロは透かしているというイメージが定着。 事務所は新たなスターにしたいようですが、彼にその素質があるかは疑問でしょう。週刊式者。俺は秋が好きだから。でお馴染みの佐久間大介ファンを殴って右眼かそ骨折の重傷を負わせた岩本翔など問題子が多いとされているスノーマン。メグロも彼らの影響を受け、すっかり天狗になってしまったのか。新たなスターの誕生にかける、スノーマン、メグロハスの挑戦が迫る。 彼が退場する兵や仕様の後釜になれるかどうか、ファンや業界関係者の間で注目が集まっている。スノーマンはその実力に関かかわらず、アンチの多いグループだ。しかし、数字の面では、かつての大物グループ、スマップ、嵐、近畿キ,キズ、おしのぎ、歴代トップの成績を記録してきた。その中心に君臨するのが、メグロハスだ。 昨年のドラマ、サイレント、出演で一気に人気を集め、次世代のエースとして期待されている。7月期の TBS ドラマ、トリリオンゲーム、でメグロの進化が試されるとされるが、その前に彼には最大の試練が待ち受けている。それは、退場する兵や仕様の後釜として、スノーマンの看板を背負うことだ。平野仕様とメグロハス、二人は異なる魅力を持つ。 平野はイケメンながらも気取らず、天然キャラで老若男女から愛されるスター性があり、グループの人気を支えてきた。一方、メグロは苦労知らずのような透かしているイメージが定着している。4月に放送された、中井正宏の金曜日のスマイルたちへ、では、島崎和歌子が過去の共演でメグロの性悪さを暴露し、ファンも彼に苦言を呈していた。そんな中、 トリリオンゲームがメグロの新たなチャンスとなる。サイレントとは異なり、主演を務める彼の人気と実力が試される舞台だ。もしも彼が成功すれば、平野の仕様の後継者として、格好たる地位を築くことができるだろう。しかし、失敗した場合は、次世代エースとしての看板を手放すことになるかもしれない。そして、スノーマン。 のグループ内でも問題一個が多く、一部のメンバーがトラブルを引き起こしていることも事実だ。彼らの影響を受け、メグロも天狗になってしまったのではないかとの懸念もある。ファンや業界関係者たちは、メグロハスの今後の活躍に期待と不安を抱えている。彼が次世代のエースとしての道を歩み続けるか、それとも挫折するか、その答えは、 トリリオンゲームの結果次第となる。だが彼が持つポテンシャルや魅力を考えると、これからの成長がますます楽しみだ。スノーマンの未来を背負う男、メグロハスの挑戦に注目しよう。メグロハ